でなる人って結構いますか？はい、高校卒業結構います、うん、むしろ高卒の方の方が多いです。意外ですね。高校卒業、中学の時の同級生で確か鉄道高校みたいなとこに行った子が、昭和鉄道、あ、そうそう、うんうんうん、がいました。昭和鉄道高校はまさに鉄道会社に行くための学校みたいな。あとそれと岩倉とかありますよ、ね、岩倉高校、全国から来ますからね。大阪から来る人もいるし、そこ行ったら結構ほぼ無条件で入る、どっかの鉄道会社には就職できる。まあそうですね、無条件、うん、だと思います、おそらく。ただもちろんその成績によってとかによって行きたいところっていうのは変わってくると思うんですけど、基本的に昭和鉄道高校とかそういう学校行けば、大体もう鉄道会社に行けることは間違いないかなと。逆に現に今大卒で入られてますけど、はい、岩倉出身ですとか昭和鉄道出身ですっていうお友達もいるってこと。あ、います、います。あ、そうなんだ。はい、結構中学生とかで電車が好きでっていう子がいて、不進路で昭和鉄道の話とか、岩倉の話出てくる、うん、そういうことですよね。もうそうです。そこさ、逆に言うわけ。行け、行け、行け、行け進行機だよ。おお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 に関しては、変わってたので。ああ、なるほど。キャリアを積んで管理職にもなってくれた時は大卒の方がなりやすい。そうです。高卒だと今の現状だともう上が見えてるとかですね。なってもここまでっていう。なるほど。それはでも高卒の時には気づかないもんね。運転士になりたいと思って入り口だけ見てるじゃないですか。はい、本当は出口まで大事にしていくんだったら、うん、結構大学までちゃんと行って上の役職を目指せるところまで包括していった方がいいかもしれないですね。うんうん、そうですね。難しいね。どっちもどっちですね。うん、高校からだったらもうなるのは簡単だけど、うん、上がるのは難しくない。まあ、でももう時代が時代なんで、もう多分そういうしがらみはおそらく今後はなくなっていくので、うん、聞き切れたみたいなのもちょっとずつ減っていく、うん、と思いますけどね。うん、実は今日電車で午後をやってきたんです。やってきちゃったんだよね。うん、すげえ聞きました。すごかった。本当ですか？もう信じられないぐらいオーバーランしました。ね、